連覇を目指すパナソニックパンサーズ、ファイナル6初戦は白星スタート。一方ファイナル6一番下6位からのスタートの堺ブレイザーズ、初戦は落として迎える両チームのファイナル6、2試合目です。強烈、いきなりのノータッチエース、ニコラ・ジョルジェフ。センター線は全部おとりで、最後は大竹一成です。おー、乱れた。2段になって帰ってきた。チャンスボール、堺ブレイザーズ、関田、ジョルジェフ、クロス。ジョルジェフ来た。アンダーで久原、クビアク、樋口が拾う、高野、押し込んだ。第1セットは堺ブレイザーズが25対20で取りました。苦しくなりました。押し込んだ、サーブで崩して押し込んだ。ブロック、やっときましたね、山添が。山添と久原でジョルジェフをシャットアウトしました。綺麗な空中姿勢から首役決めていきました。セットポイントはパナソニックです。帰ってきた、首役。第2セット25対21、パナソニックパンサーズが取りました。セットカウントはこれで1対1です。長野が入る、つながっています。首役を超えた、できた、ブロック。クイック、そのまま持ってきた。リバウンド、山添、高さをしっかり作って大竹、ブロック。再び追いつきました、松本と高野。ちょっと離れましたが、高野、ブロック。大竹一成、そして山添。第3セット25対21、パナソニックパンサーズが取りました。セットカウント、これでパナソニックパンサーズが2対1とリードです。タッチネット、堺ブレイザーズ、これでパナソニックリード。ちょっと乱れた、サーブで崩して最後ブロックで仕留めました。それも3枚できましたからね。マッチポイント、パナソニック。拾えない、ブロック、ジョルジェフを止めました。第4セット25対22、パナソニックパンサーズが取りました。これでセットカウント3対1、パナソニックパンサーズが堺ブレイザーズを下しました。
2連勝です。そして2日連続でスタメンとしてコートに立ちました。いかがでした？自分ができることを精一杯やろうと思ってやりました、はい、今日の勝ち方というのはどうだったんでしょう？ちょっと苦しい展開が続いたんですけど、チーム全員で戦えてよかったと思います。